麦ちゃん、どうしたの？イオちゃんがいないの。鋼さん、どこに行ったのか知らない？お？イオなら慌てた様子であっちへ走っていくのを見たぞ。川屋ではないのか？それっていつくらいの話？この辺りを探したけど、どこにもいなくって。それは、ずいぶんと前だな。川屋にしては長すぎるか。困ったわね。すぐにでも信長さんを追いかけたいのに。なんだろうこれ。いつの間にかポケットに入ってたけど。何何？用事があるので一人で出かけてきます。信長様のことは私に任せてください。私のことは心配いりません。いいよ。だって信長さんのことは任せてくださいってどういうこと？こんなこと書いて心配しないわけないじゃんね。それになんで一人で行っちゃったんだろう。私たちに相談してくれればいいのに。イオちゃんらしくないよ。そうね。イオちゃんらしくないってことは、つまりイオちゃん一人の思惑ではないってことじゃないかしら。イオちゃんの考えじゃない？でも鋼さんも小耳ちゃんも聞いてないんだよね。だから私たち以外の人がイオちゃんをそそのかしたのよ。信長さんがイオちゃんに話を聞きたいってね。私たち以外？誰だろう。お主は本当に頭の回転が鈍いのだな。わらわたち以外でそんなことをするのは、信長か謙信か信玄しかおらんだろう。性格を考えて、おそらくは謙信の仕業だ。謙信さんが信長さんと伊代ちゃんの間を橋渡ししてくれたってこと？だったら私たちも連れてってくれればよかったのに。くぅ、頭が痛くなってきた。これでは一向に話が進まん。鋼、説明を任せていいか？はーい、任されたわ。え、なになに？違うの？じゃあどういうこと？私たちを分断するつもりでしょうね。忍びがよく使う手よ。分断？謙信さんがうまいこと言って、イオちゃんだけをおびき出したのよ。イオちゃん一人なら、信長さんが話を聞くって言ってる、とかね。もちろん信長さんは、そんなこと言ってないと思うわ。あの人、私たちのことは、眼中にないみたいだし。でも謙信さんはそうじゃなかった。おそらく、前回の私たちの戦いぶりを見て、信長さんの脅威になりうるかもしれないと感じたんだわ。イオのやつ、見えすいた手に引っかかりおって。でもね、イオちゃんの気持ち、私にはわかる気がするの。信じて尽くした主が魔王になってしまったのよ。まだ信じたいって諦められないのも無理はないわ。そうだな。イオを一概には責められん。謙信の方が一枚上手だったということか。ああ、わかった！謙信さんが仕掛けた罠に、イオちゃんが騙されたってことか！ようやく理解したようだ。鋼、説明ご苦労だったな。どういたしまして。じゃあ、イオちゃんの身が危険ってことじゃないの！すぐに探しに行かなきゃ！そういうことだ。お主たちが話してる間に、出発する準備は済ませておいた。わあ、小耳ちゃん優秀！素敵！ほん、お主に込み入った説明をするより、野営の片付けをした方が楽だと思っただけだ。すぐに出かけましょう。イオちゃん、無事だといいんだけど。みんな、準備はいい？からくりの準備はできてるわ。
地獄へ真っ逆さまだぞ。ここは慎重に進もう。鋼さん、お願い。それ。
あるわね。周囲をよく見るのだ。
良さそう。雑魚に飽き飽きしていたところよ。もう少しで倒せそうなのだ。それ、それ、
と身につかれ。ひょっとせちゅうねと、やっ、さあ、ばめ返し。と、どうだ。やったのだ。さすがね。私の忍術が使えるわよ。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。ここは慎重に進もう。と、やっそれ。向こうに何かあるわね。周囲をよく見るのだ。負けない。
もう打順にしちゃおうかしらね。それ。来賢者しつつ、それ。やばい。まだまだ。それ。ここだ。やっ、ゆばめ返し。それ。気合を入れ直した方が良さそう。メッツを持って静まるがよい。とやくらえ。それ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 とやそそらはがれたそれしびれとみそれ衝突瞬間それまだまだどうぞそれそれお耳ちゃんで祝杯をあげましょう。